聖書の無誤性に関するシカゴ生命は、キリスト教の聖書的、教理的、神学的な生命。1978年10月、200人を超える福音主義の指導者が一堂に会したシカゴ会議で発表された。生命は、自由主義神学の傾向から、聖書の無誤性を防衛することを意図するものであった。生命に署名した神学者の中には、 j i イ a c k e カ,ーカールヘンリー、フランシスシェファーラがおり、福音派の著名な神学者が名を連ねていた。声明は、序文、ようやく声明、主張と否定の諸条項からなる。19ある諸条項で、我々の見解を明らかにするとともに、否定論に対しては警告することによって、聖書の無誤性を改めて主張するものである。としている。 声明の中で、無語性は、写本ではなく、聖書の原点にのみ適用されると述べた。シカゴ生命は、日本の福音主義教会において、聖書信仰として確認された。日本プロテスタント聖書信仰同盟の総会は、聖書論論争を経て、1987年2月5日に、聖書の権利に関する宣言を発表した。世界キリスト教統一心霊教会は、 聖書の無誤性に関するシカゴ生命を批判している。序文より翻訳は、福音主義キリスト教と福音派、P253、日本における、福音派の歴史、P228 から229、中村里氏、日本キリスト教宣教師、P336 聖書の権威を否定しているという批判。ありがとうございます。